足柄城は、静岡県寸東郡小山町と神奈川県、南足柄市の境の足柄峠付近にあった、日本の城、別名、霞城とも言う、旧東海道の足柄古道に位置する山城。足柄城は、大森市により築かれたとみられ、その後天文5年頃に、北条氏綱により改修されたとみられるが、正確なところは分かっていない。天文24年に、 北条宇治安がこの城に改修を行ったとされ、これは宇治安が三田里の百姓に足柄上武士の任足を出させることを命じた。記録からわかっている。A61 年に高場春三国同盟が武田信玄の駿河信仰により破棄されると、この城の防衛上の重要性が増したことから、A612 年から元気2年にかけて大幅な改修を行っている。 武田氏滅亡後は、豊臣秀吉と退治するようになり、天正15年には、北条志向を常磐とし、大規模な改修を施し、天正18年に、小田原征伐が勃発すると、北条志向をこの城の首相として配置した。志向は、山中城が落城するを聞くと、小田原城に退却し、残された守備隊は、豊臣方の井い,い直政の攻撃を受け、 本格的な戦闘が行われることなく、この城は落城している。本丸及び主要5つの車のほか、消極林や掘り切りなどの遺構が見られ、2009年の発掘調査では巨大な縦堀が発見されているが、整備は行き届いていない。ただし、四角の範囲に遊歩道が約600メートルにわたって整備され、散策することができる。JR 五天馬線駿河小山駅より、 徒歩約120分。ありがとうございます。